はおすすめですね。めっちゃいい。はい、どうもリマファレス。今回なんですけども、こちらの製品提供いただいております。こちらはですね、照明ですね、撮影用の機材となっております。まあ、ご覧のようにね、リングライトとかを固定するためのいわゆるアームですね。今回はこちらご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは開封していきたいと思います。結構ね、箱大きいんですよ。まずはね、説明書入ってます。説明書はね、全部英語記載ですね。まあでも大体わかるかなって感じですね。続いてはリングライトですね。リングライトのスイッチはね、よくあるタイプのものです。こちらにはね、スマホとかを固定するホルダーついてます。こうやって自由に回転できるようになってますね。続いてはこういった工具。続いてはこちら。こちらはスマホのシャッターボタンを押すリモコンになります。 iOS と Android それぞれのボタンがありますね。ボタン電池式ですね。はい、続いてはこんな感じ、組み立て式って感じですね。それでは一つずつ見ていきましょう。はい、こちら足の部分ですね。めちゃくちゃ頑丈な素材で安定感すごそうですね。続いてこちらアームの部分ですかね。素材感はね、かなりしっかりしてます。見た目の割には軽量ですね。はい、続いてキャスターですね。これ今ブレーキかかってますが、こうやってブレーキ解除するとね、めっちゃスムーズに動きます。手のひらぐらいの大きさで結構大きめです。はい、続いてこちらですね。先ほどのこの足のここにね、継ぎ足して縦の長さをね、出すものです。中身は以上ですね。はい、ということでございまして、付属品はご覧のようになっております。それではね、組み立ての方をやっていきたいと思います。まずはキャスターから取り付けていきたいと思います。やっぱり足元からね、やっていかないと。キャスターはこうやってネジ式になってますので、一つずつ回して取り付けていくだけになります。非常に簡単です。1個目完了。2つ目完了。3つ目完了です。キャスター取り付け完了しました。動きがね、めちゃくちゃスムーズなんですよ。めっちゃ良くないですか。これでね、照明の移動とかめちゃくちゃ簡単になりますね。そしてね、このブレない感じ、これめちゃくちゃ作りいいです。本当にこう足元の部分ってね、やっぱり大事ですからね。もうこの時点でね、すごいいい製品だってことが分かります。で、こちらね、このようにネジがついてまして、緩めることでこうやってね、コンパクトに収納できるようになってるんですよね。これも嬉しいです。まあ、私の場合はね、ほぼ出しっぱなしにすると思うんで、もうこの状態で固定しておきます。で、しっかりね、ここブレーキをすることでこう動かなくなります。完璧。はい、続いてはこちらですね。ここにネジが切ってあります。ここに差し込んで回すだけ。はい、取り付け完了。はい、続いてはこちらのアームになります。ここの部分をここに差し込むだけです。で、差し込むにあたってはここにネジがついてますので、ネジをできるだけ緩めておいて差し込むだけで、差し込めたらここを締め付けてあげると。取り付けは非常に簡単ですね。もうこれでね、ほぼ組み立ては完了です。で、ここのネジは先ほど締めましたが、これを緩めるとこう好きな角度にね、回転できますので、取り回しがいいですよね。で、さらにね、ここにも同じようにネジがついてますので、これを緩めることでこうやってね、角度が自由に変えれるんですよね。これもめっちゃ便利ですよね。それでは組み立て完了です。こんな感じで、ネジがね、1箇所、2箇所、3箇所ということでね、緩めたりすることでこのようにね、いろんな角度に変えることができます。あとね、こちらの工具ついてたんですけども、こちらの工具はこういうところにね、使用することによって可動部のね、動きが悪くなったりした時に締めたり緩めたりして調整するために使うみたいです。それじゃあ最後にね、リングライト本体固定していきます。はい、それでは固定が完了しました。このような感じになります。はい、今ね、ちょっと高さを出してみましたよ。結構高い。ちょっと測ってみましょうか。ということで、今メジャーをね、取り付けしました。高さはどれくらいなのでしょうか。一
1メートル、 1.5メートル。はい、ということでね、リングライトの中心まで約167センチありますね。結構大きい。はい、それではね、ちょっと電源挿したいと思うんですけども、電源はね USB Type A 方式となってます。で、コードの長さなんですけど、今測ってみたらね3メートルはないぐらい、長すぎず短すぎずって感じでしょうかね。まあ十分な長さあります。はい、それではね、電源接続しましたので点灯させたいと思います。点灯はね、リモコンのこの部分、はい、つきますね。で、こちらのライトなんですけども、3色の色モードがございます。そしてですね、10段階の調光ができるということで、これ今一番暗い状態です。徐々に明るくしていきましょう。はい、今ね、画面の変化で分かるように、一番明るくするとめちゃくちゃ照らしてくれます。ちょっとオレンジ色っぽいライトではこんな感じですね。さらにオレンジ色と、まあこんな感じですね。続いてこちらのスマホホルダーなんですけども、めちゃくちゃ広がります。結構大型のスマホでもね、固定することができそうですね。あとちょっとね、分かりにくいんですが、このスマホホルダーのね、こちらの面にはネジ式の部分ついてますし、反対側にもね、こうやってアタッチメントつけれるようになってます。はい、とりあえずね、スマホを取り付けてみました。 iPhone 14 Pro です。余裕ですね。しっかりホールド感あります。これでね、 YouTube の撮影とかもね、非常にやりやすくなりますね。あと最後にね、この電源のケーブルなんですけども、見てください。このケーブルをね、固定してくれる部分もちゃんとついてるんですよね。細かいところまでね、しっかり配慮された素晴らしい製品となっております。いや、これめっちゃいいわ。そしてこちら付属のリモコンなんですけども、横にスイッチがついてまして、これをオンにしてスマホの Bluetooth 設定画面を開きますと、このような表示が出ますので、これを選択。そうしますと、私 iPhone ですから、こちらの iPhone 用のシャッターボタンを押すことで、簡単に離れたところからシャッターが切れるようになります。超便利。いや、これね、ほんといろんな使い方ができるので非常に便利ですね。ここの部分の荷重も 1.5 キロまで持つらしいですよ。だからね、普通のビデオカメラとかもね、全然固定できちゃいますよね。これはね、一つあるとほんと便利だと思います。配信者の方とかね、ほんと使い回し取り回しがいいので、これはおすすめですね。めっちゃいい。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらの商品なんですけども、 Amazon で購入することが可能になっております。この動画の概要欄に商品の購入先リンク貼り付けておきたいと思いますので、気になった方はね、そちらの方の製品ページからですね、詳細の方をご確認いただきまして、ご検討いただけたらなというふうに思います。これね、本当非常に便利です。いろんなシーンに使えますので、特にね、配信者の方ご検討いただけたらなというふうに思います。それじゃあね、今回簡単ですが終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。